よーし、我慢だかに。いいぞ。理性を失っちゃダメだ。いくら見たいとはいえ、覗きは犯罪だ。よしかに、言うのはいいんだぞ。言って、見たい気持ちを抑えようではないか。そうだかに、いい考えだ。よし、言うだけだとかに。せーの、おっぱい。あー、言葉と連動して覗いちゃった。しかもただのデブ猫だった。え、何？やばい、目が合っちゃった。キャー、覗き覗き覗きよー。この赤いサイレンが鳴った時、セクシーデカが犯人をぶっ飛ばす時だよね。犯人見つけたよね。もう警察が来やがった。やばい、エンストしたよね。よし、今のうちに。お前がおやつをくれないのであれば、お前の頭髪はこうだ！これなに、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 デブー。猫ちゃんを飼ってるとめっちゃ可愛いから、なでなですると毛がすごい。お部屋のお掃除をしてもまたすぐ毛まみれになるから、お掃除してばっかり。このお掃除の時間を減らせたらもっと猫ちゃんとイチャイチャできるのに。どうもスタッフさんです。そんな僕にペットを飼っている人向けのロボット掃除機ルーシーちゃん、3000パスカルの強力吸引でペットの毛やカリカリなんかも余裕で吸引。こんなにパワフルなのにバッテリー5200ミリアワーの大容量だから最大120分も稼働。しかも600ミリリットルの大型ダストボックスだから毎日ゴミ捨てしなくたって OK。 もし自分が宇宙に飛ばされたとしても見守りカメラで猫ちゃんの様子をチェックできる。あー、これで猫ちゃんとイチャイチャする時間が増えたー。